はい、ではサーブ、試合の時にどうしてもあと1点が欲しい、どうしても勝ちたい、叩かれたくない、そう思っている方が多いと思います。そうなるとどうしても意識が浮かせない、浮かせない、そうなることによってミスショットは生まれます。なのでサーブをきれいに入れるではなく、ゼロで緊張した時ほど、あ、ラボールプレー、よし今から1点という気持ちの中で打つコースを決めます。そのコースを決めたら、あとはそこに押し出すだけです。